ドライバーズタイトル4連覇を達成したセバスチャン・オジェ、フォルクスワーゲン・ポロ・ r ール・ WRC2016 年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第44回大会である。シリーズは1月に行われる開幕戦ラリーモンテカルロから11月に行われる最終戦ラリーオーストラリアまで全13戦で争われ WRC マイナスに WRC-3、ジュニア WRC がサポートシリーズとして開催される。2011年より導入された第2期、ワールドラリーカー規定の最終年となる2016年は、フォルクスワーゲンがマニュファクチャラー選手権4連覇を達成。所属ドライバーのセバスチャン・をジェも同じく4連覇を達成した。かねてより、 WRC 撤退の噂があったフォルクスワーゲンは2019年まで参戦を継続することを表明したが、シーズン終盤の11月2日に2016年限りでの WRC 活動終了を発表した。今期は、フォルクスワーゲンの3名のドライバー以外に、シトロエンのクリス・ミークが2勝、ヒュンダイのヘイデン・パットンとティエリー・ヌービルが1勝ずつを挙げている。また、 未勝利だった M スポーツも夫田中がポーランドで優勝目前まで検討した。これらの波乱が起きたラリーはいずれも出走順が結果に影響するグラベルイベントだった。現行ルールでは例にまでポイントランキング順に出走するため戦闘走者で掃除役を強いられ続けたオジェは出走順ルールを批判した。2015年11月に2016年の 年間スケジュールが発表された。シリーズは2015年と同様のカレンダーで行われるが、これにチャイナラリーが加えられた。ヨーロッパ、北米、南米、アジア及びオーストラリアの5大陸で行われる。2016年シーズンのエントリーリストは以下の通りシトロ NDS3WRC。ありがとうございます。